内部でコントロールセンターに無線で送信されております。左側に設置してありますレーザーセンサー感知しております。じゃあ、賊が出てまいりました。出てまいりました。あ、驚いたようですね。この賊の人相ですとか、あるいは体の特徴ですとか、これもライブでコントロールセンターに無線で送信されております。ロボットは常に一定の距離を保ちながら、賊から攻撃を受けないように、一定の距離を保ちながら飛行いたします。空からだといろんなことよくわかりますよね。ですから飛んで上から車を見る、それから人を見る、それによってですね、速やかに移動し、速やかに必要な情報を取ると、こういうことで空を飛ぶロボットを開発いたしました。活用範囲は大変広いと思うんですね。私たちはまずはそのセキュリティの強化ということで、全てのお客様にこういうものを将来入れたいなというふうに思っておりますし、ホームセキュリティでも多分ご活用いただけると思います。また防災ですとか、さまざまな面でおそらく活用ができるんじゃないかなと思っております。